ジュッターリーンからだはドイツの古い筆記体であり、フラクトゥールの一つである。1911年にプロイセン文化賞の求めにより、ルートビヒジュッターリーンが官庁での使用と学校教育のために考案した。1915年にプロイセンで導入され、1920年代を移行期間とし、1935年に学校で教えられるフラクトゥールの筆記体として、 唯一の初体となった。その後、第二次大戦中の1941年に、ナチス政権によってジュッターリーン体を含め、フラクトゥールが廃止された。戦後も、私的に用いられたが、学校教育では復活せず、廃れた。ドイツでは、ジュッターリーン体以前のフラクトゥールの筆記体も含めて、ジュッターリーン体と呼ぶことがある。ドイツ国または、 ドイツの戦後世代では、ジュッターアリーン体が読めない人がほとんどである。AABBCCDDEFFGG, HHIIJJKKLLMMNN, OOPPQQRRSS, TTUUVVWWXXY,YZZU。ありがとうございます。